トヨタコルサ、コルサ、A、コルサは、トヨタ自動車が生産していた小型乗用車、自動車であり、ターセル、カローラ2の姉妹車。コルサは、トヨペット店専売の乗用小型車として設定され、大阪府のみ、大阪トヨタイコールゲン、大阪トヨペットで販売、トヨペット店扱いという性格上、営業者など法人需要が多かったこともコルサの特徴、 ターセルの姉妹車として誕生した。二代目となって、カローラ店1000倍カローラ2、ハッチバックのみ、の姉妹車種追加を受けた。これら三車種は、フロントグリル形状や、リアガーニッシュ、リアコンビランプの色調とそれぞれの車種名エンブレムの、表記以上が異なる以外はすべて同じモデルライフを、送っている。1978年8月トヨタ発の、全輪駆動車として、 姉妹車のターセルと共に販売開始された。キャッチコピーは広さのコルサ。コルサのボディタイプは2ドア、4ドアセダンと3ドアハッチバック。発売当初は 1500cc、最致 C4 気筒、1AU 型のみだった。初代と2代目はエンジンを縦置きに搭載、石後にス式ミッションの採用をした FF であった。そのため4メートルをわずかに切る全長ながら、 当時のコンパクトクラスとしては最長を誇る 2500mm のホイールベースを可能にしていた。パワートレーンの配置はトランスミッションに内蔵されたメインドライブシャフトが車体前方に伸び、デフはクラッチ下に置かれていた。エンジン縦置きを採用した理由としては、エンジンの整備性向上、既存のオートマチックトランスミッション搭載に有利、不登頂ドライブシャフトに対する、 当庁ドライブシャフトの優位、トルクステア軽減などが挙げられていた。このパワートレインレイアウトからエンジンとデフが2階建て構造となったことにより、車体から見るボンネットの高さや側面のベルトラインが比較的に高い位置となるデザインとなった。ライバル車に対し、ロングホイールベースやホイールハウスのないリアシート、エンジン縦置きレイアウトなどを特徴とする。 それによりこのサイズの小型乗用車としては、広い十分な室内空間を確保でき、アメリカ市場において、重宝とされ、人気を博した。1979年6月1、300cc の 2AU 型とオートマチック、1500cc のみを追加。1500cc のエンジンが 1AU 型から E70 型、カローラ、スプリンターと共通の 3AU 型に換装される。 1980年8月スラントノーズ化されるマイナーチェンジを受けた。同時2500に,に GSL アベニューを設定。1982年5月当初のボディタイプは4ドアセダンと5ドアハッチバック、エンジンは縦置きを継承。ホイールベースは取り回し小回り特性を考慮して 70mm も短くなった。姉妹車にはカローラ店向けの カローラ2も加わる。コルサターセルカローラ2はそれぞれ基本構造や仕様は同じである。ただし、この2代目より、それぞれのグレード故障に明確な差別化を設けた。コルサは、デラックス、GX、GX ソフィア、SX、SX マイナス EX となる。1983年8月3ドアハッチバックを追加。特別使用車 スポーツ S 発売。1984年8月マイナーチェンジで、フェイスリフト、3ドア SX に、エアロパーツと60扁平タイヤ装着の、スポーツパッケージ仕様と4ドアセダンに4輪、駆動使用者追加。1985年1月3ドア、5ドアハッチバック特別使用者、GX ソフィア発売。1985年9月4。 ドアセダン特別使用者、4WDGX エクストラ、4WDEX エクストラ、3ドア5ドア特別使用者、デラックスエクストラをそれぞれ設定、発売。1985年12月3ドア、5ドアハッチバックの GX ソフィアから発展した、特別使用者、ソフィアスペシャル発売。1986年5月4ドアセダンは、マイナーチェンジ。 4ドアセダン 4WD の EX に、電子制御、サスペンションシステムトムズを搭載。3ドア、5ドアハッチバックは販売終了し、後述する3代目へ移行。1987年10月特別使用車、4WDGX 特別使用車発売。1989年10月生産終了。以後、在庫分のみの販売となる。 1990年8月4、ドアセダン販売終了で後述する4代目へ移行。1986年5月ボディタイプは3ドア、5ドアハッチバックとなり、4ドアセダンのみ2代目をマイナーチェンジして継続販売とした。発表時のキャッチコピーはイエス、ビポップコルサ。また、2代目からのスポーツグレードは継承され、 専用のリトラクタブルヘッドライト仕様となった。スターレットがベースとなって、エンジン予置機搭載の前輪駆動方式になり、ミッションも、ジ夜交差式へと変更される。ホイールベースは2台目と比較して、さらに 50mm も短くなったことで、小回り特性が向上した。このモデルで3ドア、5ドアハッチバックは、全車種予置機型前輪駆動方式となる。ガソリン車は、 全車最致 C12 バルブ、1.3リットル 2E、U 型、1.5リットル 3EU 型、1.5リットル E53EEU 型また、この3代目から1.5リットルディーゼルダーボエンジン、1NT 型が加わりすべてのグレードにレーザー、エンジンを搭載。1.3リッターについては 4MT、3AT 仕様となり、1.5リッターはガソリンエンジン、 ディーゼルエンジンに関わらずの MT と 4AT も選択できた。グレード構成はデラックス、GX、ソフィア、SX、EX となる。デラックスとソフィア、GX にもには1.3リッターガソリンエンジンを搭載。GX、SX、EX には1.5リッターガソリンエンジンを搭載。GX と EX、デラックスにも には新設された1.5リッターディーゼルターボも設定。また、GP ターボには、電子制御サスペンション、トムズのオプション設定があった。1986年10月歴代3、姉妹シリーズ唯一の1.5リットルサイチェシー1 2バルブインタークーラーターボエンジン、3ETU 型搭載、GP ターボが、3ドアリトラハッチバックのみ設定される。 特別使用者の1.3ソフィアスペシャルを設定、電化グレードデラックスのエアコン、パワーステ付きを解読使用者として、モアグレードを新設。モアはデラックスに準じており、1.3リッターガソリンエンジン仕様と1.5リッターディーゼルダーボ仕様ミッションは、前者は 4MT と 3AT、後者は 5MT と 4AT が選べた。 1988年5月マイナーチェンジ、グレード設定と故障の見直し。グレード故障は TX、GX、MOA、ソフィア、EX、リトラ UX、リトラ SXI、リトラ SX、i スポーツパッケージ、リトラ GP ターボとなる。同時に3ドアのみ、キャンバストップ仕様のリトラ SXI と1.3ガソリン仕様、モアに設定。 マイナーチェンジ後のキャッチコピーには、キャンバストップを新設したこともあり、P 感、コルサとなった。3ドア、5ドアに1.3リッターガソリンエンジン仕様、4MT、3AT 設定の特別使用車、ソフィアスペシャル、モアスペシャルをそれぞれ追加。ボディカラーは、ホワイトとソリッドレッドの2種、ホワイトがブルー内装、レッドはブラック内装となる。 主な仕様として、季節グレードに対して、ソフィアスペシャルが、着材地記憶機能付きシートパワーウィンドウ、スペシャルエアコンカラードバンパー、加藤式電動カラードアミラー、カラードホイール、ブロンズガラス、モアスペシャルは、スペシャルエアコンカラードバンパー、加藤式、カラードドアミラー、カラードホイールとなる。年月発表時のキャッチコピーは、少年コルサ、ボディタイプは、 3ドアハッチバックと4ドアセダン。4ドアセダンは2代目以来の刷新となったものの、5ドアハッチバックが消滅した。3ドアリトラ 1.5GP ターボは廃止され、全グレードのエンジンが DOHC16 バルブ、背面カツインカム E 5化されるディーゼル車は除く。今回から4ドアセダンと共に3ドアハッチバックにも4輪、駆動仕様が導入された。当時の 自動車業界の傾向や清掃により、内外装の品質が高くなった。グレード構成は3ドアハッチバックで TX,MOA, ソフィア ,SX、精霊誌、四ドアセダンが t x a x a x x ビット、ビット、x ビット z となる。グレードごとのエンジン構成は一1三リッターガソリンが TX,MOA, ソフィア ,AX, アックス X に設定。1.5リッターガソリンは SX、精霊子、ビット、ビット、X、ビット Z に設定され1.5リッターディーゼルターボは TX、MOA、アックス、ビットに設定される。トランスミッションは1.3リッターガソリンが 4MT、3AT と変わりないものの、1.5リッターに関しては、基準車が 5MT、4AT となり、 グレード制令紙、ビット Z には、電子制御 4AT のエクト S がおごられた。なお、四輪駆動の設定は、グレード MOA、SX、ク x ビットとなる。1992年4月特別使用者、3ドア1 3 0 0モアスペシャル、4ドア 1300AX ス,スペシャル、4ドア1500ビット、X リミテッド発売。 1992年8月マイナーチェンジ。全車前後バンパーが若干大型化され、サイドドアビームが標準装備された。一部上級グレードには、運転席、SRS やバックの設定もあった。グレード構成が見直され3ドアハッチバックが TX、MOA、ソフィア、SX、精霊誌、4ドアセダンが TX、x x X。 ビット X、ビット X となる。エンジン構成はほぼ前期型と変わらないが、トランスミッションについては、制令子、ビット Z に設定されていた、電子制御 4AT のエクト S に対して、1.5リッターガソリン車に、電子制御 4AT のエクトが、標準となる。1992年12月特別使用車、3ドア1300モアスペシャル。 4ドア1300アックススペシャル発売。1993年5月特別使用車、生産累計8000万台記念ニューアックススペシャル発売。1993年8月特別使用車、3ドア1300モアスペシャル、4ドア1300アックススペシャル使用変更。ディーラー特別使用車の車種としても使用設定された。 1994年9月キャッチコピーは俺のコルサに何をする ?CM キャラクターには当初俳優の大地安尾が起用されていた。ボディタイプは3ドアハッチバックと4ドアセダン。コストダウンを図るべく基本コンポーネントは先代からのキャリーオーバーとなり先代より直線的なスタイリングを採用。グレード構成は3ドアハッチバックのモア、ソフィア。 シンシア、4ドアセダンのアックス、アックス、X、ビット X となる。エンジンは1.3リッターガソリンを MOA、ソフィア、アックス、アックス X に設定、また1.5リッターガソリンをシンシア、ビット X に設定、1.5ディーゼルターボの設定は MOA、アックスのみとされた。当初は、 フルラップ衝突対応の衝突安全ボディシースが採用されていたが、1996年の一部改良より、最新基準となるオフセット衝突対応の衝突安全ボディコアを採用。運転席、SRS エアバッグのオプション設定、1996年以降より、標準装備化。四輪駆動車を1.5リッターガソリンの MOA、アック x シンシア、 ビット X に設定。トランスミッションは変わらず1.3リッターガソリンが4、MT、3AT という構成に1.5リッターガソリンが5、MT、4AT、1.5リッターディーゼルターボ2号 MT、4AT となった。セダン全車、ショルダーベルトアンカー、ハッチバック全車、ショルダーベルトホルダー設定。MOA、X に対し E パッケージを設定。 前後バンパーが未塗装の簡素な仕様となっている。1995年1月特別使用車、1.3リッターガソリン、3ドア MOA スペシャル4ドア X、スペシャルビット X リミテッドを設定。1996年1月一部改良、全車に最新基準となるオフセット衝突対応の衝突安全ボディコアを採用。 運転席、SRS エアバッグと ABS が、全車標準装備となる。これに伴い特別使用車、1.3リッターガソリン、3ドア MOA スペシャル、L4 ドア,アックスリミテドを設定。1997年12月マイナーチェンジ、フロント周り、リア周り、シート記事式調の衣装変更。全車にマルチリフレクターヘッドランプが、標準装備となる。 ボディカラーの見直し、それまでのスペシャルエアコン仕様に対して、ほとんどのグレードで、マニュアルエアコンに切り替わっている。全車デュアルエアバッグ、フロントプリテンショナーシートベルト、リアシート用、ヘッドレストとリア左右、シートベルト三点式の採用、グレード構成の見直しはなく、各、グレード、エンジン、駆動方式に変更はない。ただし、ガソリン全車、ディストリビュータレスの点火方式に、 進化している。1998年特別使用車、1.3リッターガソリン、3ドア MOA スペシャル、L4 ドアックスリミテドを設定。また3ドアハッチバックに、ベローネという、ユーロ調の装飾を施した特別モデルを設定。1999年特別使用車、1.3リッターガソリン、3ドア MOA スペシャル、L4 ドアックスリミテドを設定。 1999年7月末オーダーストップに伴い生産終了。以後は在庫のみの対応となる。1999年8月30日事実上のスターレット、ターセルとの統合後継者にあたるビッツ、プラッツの生産へと移行するに伴い、5代目を最後に販売終了し20年の歴史に終止符を打った。イタリア語の失踪、競争からは、ちなみに、 世界市場では GM グループがオペルブランドにてコルサの名称で1982年から小型乗用車を販売している。1990年代にオペルコルサが日本で発売された際には商標の問題によりビータという社名で販売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。